今日は吉見です。ワンアウトで一塁二塁です。レフトの前、アルモンテの前に落ちました。筒香が三塁蹴って戻ってくる。ベイスターズ先制、2回の表1対0。嶺井のタイムリーで先制です。2回の裏、1点を追いかけますドラゴンズ。ツーアウトランナー1塁です。7番の福田です。鋭い当たり、三塁線破る。さあ長打コースになる。平田は三塁を蹴ってホームに帰ってくる。福田のタイムリーで1対1同点に追いつきましたドラゴンズ。2回の裏、レフトの左、筒香のグラブをかすめてフェンスに行く。福田が帰って2点目。ツーアウトで1塁2塁。初球から行く、ライトの前へ。さあセカンドランナー戻ってくる。ホームは捕球できません。3点目が入りましたドラゴンズ。4回の表、2点差を追いかけますベイスターズの攻撃。もうさあ大きな当たりになる。これはもう見送るだけ。山下のソロホームラン、1点差。8回の表、ドラゴンズのマウンドは祖父江大輔です。2番手で登りました。2アウトで1、3塁です。ワンボール、ワンストライク。セカンド、よく飛びついた。1塁はどうだ、アウトだ。ドラゴンズ、大きなピンチをしのぎました。ベイスターズはピンチヒッター中川が送られます。レフトへ、ベイスターズファンの元に届きました同点ホームラン。3対3同点、土壇場追いつきましたベイスターズ。3対3の同点、延長戦に入っています。4番ビシエドに託されます。2ボール2ストライク、ワンアウト満塁。三塁ゴロになる。ホームアウト、一塁へ。ダブルプレードラゴンズ、さよならならず。ここはベイスターズ三島が勝ちました。さよなら。次の1球に全てがかかります。延長11回の裏、ツーアウト満塁。勝負の1球、押し出し、さよなら。4対3、もつれにもつれたゲーム、交流戦明けのゲーム、ドラゴンズがサヨナラ勝ちです。